り。今回はパリピに三国志14パワーアップキット実況していくぜ。前回は、パリピクソ軍師のバカみたいな天下三分割の計で勝敗を攻略したところまで。最高でクールな策だったわずだぜ。過去形で言うのやめてくれない。現在進行形なんだけど。当たり前だよ。次の目標は僕よだよ。本当だいな。まあ、次の目標に向けて準備していくけどさ。勝敗無理攻めの影響が全体的に出てる。でも、公領は天才軍師が迎撃に出たから主乱軍は逃げていったんだよ。主春は官名義兄弟組はなんとか防衛したみたい。負傷兵はだいぶ減った。1万切れば問題ないレベルだね。問題は勝敗だな。劉備の緊急輸送でなんとかなったけど、全方位から攻められてる状況。でも、曹操軍の兵は枯渇しかけてるからもう少しの我慢だよ。襄陽方面もなんとか耐えてる状況。武漢はかなり厳しいけど。大敵各所を撤退できればなんとかなりそうだけどね。それが大変だって言ってんだよ。全体的にまだまだ余裕がない状況だな。城は増えて、武将は増えているのにね。この変な城の取り方してなければな。序南も締め上げてるのに母兵量多いしな。負傷兵配達人がいるからあの二城は持ちこたえられるだろうね。ほんと修羅野郎にはもう少し頑張ってほしいよ。期待薄だろうね。クソ軍師に言われたら終わりだろうな。80歳オーバーの関水三角の取り返しを頑張ってる。数少ない疾患持ちだからね。もう少し持ってる人いてもいいと思うのにな。早いだけがいいことじゃないよ。いや、いいと思うけど。迎撃をしていくけど、前回の勝敗攻略戦で負傷者がいっぱい。軽傷程度じゃ死なないからいいけどな。ホワイトな劉備軍兵ようこそだぜ。これは嫌味言われてるな。ついてこい。出したくないけど負傷者出さないと迎撃できないレベルだから仕方なくなんだけどな。常に従業員のことを考えてる社長の鏡だね。そういうならまともな策立てろよな。まずは加工棒を排除していく。天下に加工棒排除が先かと思ったら義援が捕虜連れてきた。義援が捕虜かと思ったよ。なんで味方を捕虜にすんのさ。父ちゃん撃破。嬉しくない捕虜だね。まあ一人は一人だから。怪我してひどいことになってるし。両国も大変だな。よろしく。勇敢東洋。ちゃんと間違えてたとは思わない。微妙に間違えて覚えてるのがいるから困る。あとは全員無能も登用したよ。なんか、また盛大に攻めてきてる気が。思いのほか勝敗守りやすいかも。武将が揃っていればいけるかもね。まあ、ここは攻撃されたら無理だろうけどな。上皮様のお通りだ。それはどこの城でも無理じゃないのかよ。自称天才軍師が言うならそうなんだろうな。精神誠意お使いします。こいつはバーリーに参加させない方がいいよ。尺稼ぎみたいになってるけど、勝敗はほぼ問題なしレベルになってるな。となると、早く牧羊攻略しなよ。舞台から牧羊の用をきちんと言ってくれない。嫌だよ。マジイラッとするわ。イラッとするから曹操軍殲滅してストレス解消する。お役に立ちましょう。解消相手の曹操軍がかわいそうだよ。敵はいくつしも我が軍師の自最高。本当に夢で出番なかったから今回出ないと思ったら、お前らはかぶってくるのが趣味なのか。言ってる間に消えるし、せっかくのストレス解消が終わってるし。勝敗が安全になってきたので可否兵嫌がらせ開始。可否の領域工場を占領してその先に土塁を建築する。よろしく頼む。攻撃の際にかなりの邪魔になるわけだよ。さらに公領から水攻部隊を出して南側の府も占領していく。どんどん締め上げていく作戦だね。城は占領できなくても府は占領できるからな。土塁建設が邪魔された。普通邪魔というか排除するよね。自称天才軍師に普通とは一般論言われるとなんか釈然としない。まあ一応邪魔する程度の土塁はできたから良しとしておく。まあ無理だろうな。てか瀕死だし。曹操軍はブラックだね。余裕の現れに箇所同時迎撃。追加で2万も送られてきてるからもう万全だね。涙なしでは語れない苦労はあるけどな。しまった。
曹操軍が涙流してそうだけどね。シュラン軍も流してるわぞ。重傷か。みんなひどい怪我して捕虜になるね。劣悪な牢で獄死すると、シュラン軍が大規模攻勢かけてる。どうせ徴兵配達員だよ。間違いないな。そのせいでまだ深夜が持ちこたえてるんだからな。深夜攻防が気になるけど、さすが官兵さん、シュラン野郎に対する恨みは激しいようだな。負ける勝負じゃないのは確か。鈴の観音、行くぜ。虎の子もまた虎よ。息抜き放つか。今から落とさない観音さんの優しさ。容赦なくやればいいのに。誰かに落とされるの期待しておく。それは完全。シュラン野郎は撃破。あとは報徳かな。これは。もう勝ったのは一騎打ちで負けると仲間になる習性があるよ。それは習性なの。貴様の棺は用意してあるぞ。俺が南蛮王、猛角様よ。まさかの一撃。大胆な猛角からだ。猛角。もう捕まえては解き放つ遊びができなくなったよ。お前、地味にひどいよな。猛角の仇は取らないと。捕獲できずか。仇討ちは後日に持ち越しだよ。勝敗ではドルイ建設作業中。含み上げまくってる調子親子がドルイ作りさせられてるのがすごいよ。たまたま出陣した方向にドルイ建設し始めたから仕方ないじゃん。今度の戦争は不可に。まさか。大岩旦那いるから無理だな。軍を返せよ。やるぞ、全力だ。これでもう終わりかな。超人も捕まえたら切っていいかなと思ってたりする。シュラン軍の主力になってるけどね。かなりお世話になってるよな。邪魔じゃ食えない。突き進め。どんどん曹操軍から採用していく。勝負時になるのも時間の問題だよ。超人撃破。これで落ち着いたね。シュラン軍からもどんどん採用していかなきゃな。その結果、ユーリ軍が超えとることになるよ。全然落ち着いてなかったし、兵力が遅れたようだね。帰ったと思ったら反転しちゃったからな。こういうのが一番困るよね。でも、強運の頑張りでもう終わりそうだな。勝敗ではドルイ建設が終わったので攻勢に出ることに。まずは関水肉を占領しに走ってもらって。ユーリ軍はプジーちゃんたちが働く素晴らしい職場だよ。優秀な武将が年取っていってるからな。ついてこい。で、牧羊から出陣した人たちは手薄になった巨匠を攻めようとしてる模様。どうするんだよ、巨匠攻められる前に攻めるのかよ。いや、巨匠を攻撃したのを確認してから攻勢に出る予定。攻城戦中に戻ってこられるのが一番面倒だからな。巨匠の領域に入ればいいわず。この旬を過ぎれば良さそうだね。だな。というわけで、勝敗から牧羊攻撃するよ。仕方ないからクソ軍師も出す。久しぶりの仕事だよ。さすがに大規模を奉仕だけではきついからな。天才軍師の投石パワーで落としてやるぜ。ムカつくけど、今回は使っていく。すでに不占領部隊は出陣してるから直接牧羊を目指していく。牧羊の城壁を投石で破壊してやるんだぜ。正直、投石にいいイメージはないけどな。なんでだよ、壁を破壊しつつ兵士を倒せる最高の工場兵器だよ。うん、知ってるけどさ。まあ、気を取り直して入念に着陣場所を先を決めつつ。出陣だよ。天下に。この状況で攻めに回れる曹操軍がすごいな。攻めの気持ちを失ってはいけないんだよ。それはそれで間違えてないけど、状況判断
えるのは良くない。もう多少攻撃部隊は反壊してるしな。兵士の裏部隊は攻勢の高めだよ。嫌な攻勢のお金だな。惜しくば我が前から失せろ。なんだと。今度は拡散の死亡報告。人だったようだね。いい感触についてるな。完全に殲滅していく。もう終わりかけだけどね。そこが一番危ないからな。ドキドキ。巨匠が一段落したので牧羊総攻撃開始。なんだと。攻撃しているね。少数でも帰られたら面倒だからな。今後投石機だったらトリピット分子が来てると思って電力の恨みを叩きつけることにする。恨み事を言ってたら第二形態。かなり冤罪でひどいこと言われてる気がするよ。世の中半分近くは冤罪で出来上がってるから大丈夫。この時代は怪しいで殺される世界だから間違いないけどね。そういえばそういう時代だったな。私が気に食わない奴はみんな庶民送りにしてあげたよ。こいつひどいな。トリピット分子が犯罪告白してる間に最終形態。何の苦戦もなく牧羊攻略。トリック的には不満な結果だね。楽に攻略できればどうでもいいんだよ。今回は捕虜がいた。なかなかの収穫だね。人軍いるけど無理だろうな。息子も優秀だね。投用できるところは投用していきたいな。少し簡単に牧羊を攻略できたところで今回がここまで。次も見るんだぜ。